あー気持ちいい。ええ天気やな。こんなええ天気にほんま申し訳ないねんけど、ちょっともうやめてほしい。もうやめてほしい。こういうオーラのなさも俺で、やっぱだから木下さん全部タイミング良くないんですよ。うん、こういうちょっと今の僕の状況が操作してるのでもあると思うんですけど、ちょっとひどい記事見つけちゃいました。まあ、僕はまあ約2年前ぐらいですか、いろいろと不祥事を起こしまして、いろいろ叩かれて、いろんなニュースあることないことも書かれました。それはもう受け入れなあかんなと思ってます。その時は何言い訳してもまああかん方に行くやろうし、もう元々やったん俺やから全部言い訳せずに黙ってました。はい、時が過ぎるのを願って、ほんでようやくね時も過ぎつつあり、またまた暴露系 YouTuber との方の戦いもあり、いつになったら落ち着くんやろと思っている中、そこに便乗してかなかなかひどい記事が今回出たので、まあいつもね、まあ、宮迫さんもおっしゃってますけど、やっぱ YouTube ってちゃんとこう反論できる場所、ちゃんと正解を伝えれる場所ということで、あの今回僕も初めて使わせていただくんですけども、ちょっと本当にね、今まであまりなかったようなひどい記事が、もう言っちゃいますね、もうひどすぎるんで。週刊女性プライムさんから出てます。タイトル、ガーシーが暴露、TKO 木下マスコミに報じてもらえないなら寄付のドン引き条件。ちょ、週刊女性と有名な、なんかちゃんとした雑誌やってイメージ、なんか結構名前ももちろん、ね、有名やんか、結構長いことやってるちゃんとしたとこやなと思ったんですけど、プライムさんですね。読みます。何度も同じことやってたんだな、そういう印象ですね、ましてやコロナを利用してって書いて、写真、車の窓を開けてタバコの灰を捨てているような仕草をするって聞きました。まあこれ今写真だそう。何この書き方。いや、100歩譲ってタバコの灰を捨てている木下やったらいいです。捨てているような仕草をする TKO 木下は書くな、確認してから書け。俺も8年前かな、タバコやめた。そうですね、8年前ぐらいに禁煙しようって言ってね、顔面麻痺になって、僕8年前からタバコ捨てない。たとえこの写真が、しかも12年前の写真2012年って書いてあるんですよ。10年前だ。じゃあ10年前、10年前の写真使うなよ。俺もう若いもん買おう。だからこのマスクもコロナやからマスクしてんちゃうねん、もう風邪かなんか引いてる普通。それを使ってあたかも昨日今日かのようなコロナマスクのような感じで使って、ほんで10年前の掲載して、タバコもやってないんですよ。10年8年ぐらいか。そうですね、やめましたね。なんかこういうところも悪意を感じるなっていうのと、まあ前半は僕がペットボトル投げたクロちゃんは踏んだとかね、いろいろ過去に出てた記事をもう一回なぞってるんですよ。まあそれはね、ご自由にどうぞ、もうしょうがない、あの事実なので、まあ、今回何が言いたいか、そんなことをしてきた木下だが、ない話ですけど、寄付金を俺が持ってって団体に、ほんで100万円ね、ほんで僕の名前出してくださいと、寄付してくださいで、いやそれはできません、木下って名前は作れません、それやったら寄付しませんわって持って帰ったっていう話を、暴露系 YouTuber が誰かから聞いたっていうので話したんですよ。でそれは僕はない話やったんで、他の雑誌の取材に直撃に、あごめんなさい、僕実はあれ嘘やったんですよ、あんな話ゼロですよって言うたのを踏まえてこの記事にしてんの。いやもういらんいらん、ガーシーから聞いた話を聞いた雑誌の見たやつを書いてんねん。でね、その内容がもうやめてほしい、本当にもう怖いですわ。結果言うと、寄付してる、してないって言うてんの嘘だろうっていう内容やねん。山さんって言うねんけど、めちゃくちゃ長いね、最終的にはそう言いたいねん。多分あれは嘘だって言うてるけど、ほんまだろうって、この人の見解なんですよ。
たんですよ。山さんから僕の仕事フォームのところに、実は週刊女性プライムで掲載するんですけど、あれは本当ですかって来たわけ。ほんで俺は、じゃあこれも見せようか、これは全然構えない。そのような事実はございませんと俺書いてんだよ。まあ、そのような事実ないですもんね。ないですから、実際にございませんって返したら、そのような記事はございませんと書いているが、みたいな。記事にすら、ヤフーニュース行ったやで、これ。このレベルが。いや、すごいですよね。ちょっと怖いなというか。なかなかない記事というか、ほんでね、これを会議で上司に通ってるっていうんやから。そうやろ？だって、そうですね、個人的にヤフーニュースなんか出せないから。なぜ質問してきたのかっていうのは、やっぱ木下さんに取材して否定したんだったら、本人否定したを前面に立たせるべきじゃないですか。取材してるんだったら。俺今までの雑誌社の人はほんまにそこまでハテナやなんやったら、その寄付団体の受付ってあんのかな。俺知らん、俺持って行ったことないから実際にそんなの渡すとこあんのか知らんけど、そこに問い合わせるべきよな。ほんで木下さんって本当に来ましたかって、これね、こたつ記事っていうねって、こういうこと。つまりこたつの中で全部終わらせる。前までの不祥事も全部ネットで見て、過去のものを書いて、暴露系 YouTube の方の記事をそのまんま書いて、僕の書いてきたメールをそのまんまございませんって書いて、ほんで俺の感想、自分の感想書くって、足使ってへんのよ。2チャンネルの掲示板の噂レベルのが、そう、ヤフーに載ってしまったという、載ってしまったのが、これ良くないよな。まあ相当ガーシーファンなんやろな。大好きやと思うで。木下さんのことは大嫌い。大嫌いなんやろうし、でもまあこうやって僕本当にこういう場所があってよかったなと思うし、もちろんね、あの山さんこたつばか入ってんとちゃんと話してくれるんやったら、僕ちゃんと答えますから。ゼロですから、本当に。これもし受付団体にもう一回取材しに行ってきて、どういう方法なんか俺知らんけど、そこで木下ってちゃんと言うたのかどうか、そこも踏まえてた取材終わった後に俺に言ってしてもらわないと、僕からするといやもうこないって言うたけどみたいな。そうですね、うん、こんなことニュースなんねやと思って、まあ、まあありがたいことに、まあ、あの僕の名前出していただいて、あの風化させないようにしていただいてるし、ね、あのありがたいことに山さん的には 0.1 でも木下の名前出したら一応クリックされてなんぼですから、はい、それを狙ってくれたんやと思うとすごくありがたいんですけど、やっぱりこれないことを発信すると信用問題で、この週刊女性プライムの品格というか、そこが問われていくと思うので、やっぱりあんまりしていかない方がいいなとは思います。まあどうでもいいけど、今俺会社のことを思って喋った感じだったけどどうでもいいけどまあぶっちゃけね、どうでもいいけど、そうなりますよということですよ。ルートとしては2ルートありましたよね。その取材、うん、寄付した団体へ取材する方法が一つとしたら、うん、暴露系 YouTuber の方に伝えたと言われる方たどるルートもあるじゃないですか。あ、確かに何もしてないやろ。そうなんですよ、そうなんですよ。これで、あ、これ面白い、これなんかネットに書いてあったけどそうっぽいと僕は思いますね。そうこれがちょっとやっぱ個人名出すには失礼な記事ですよね。こたつ記事っていうんですって。まあまあまあ、ちょっとこういう雑誌社俺中立でやってほしいなと思うし、他の雑誌社の方は全て中立で、俺のことをやっぱ悪いことしてたから叩いてたし、悪いことしたら叩かれなあかんと思うねん。ほんでそれで反省して、それがバレんと生きている芸能人もたくさんいらっしゃるけど、そこをチョイスしてあなたが手柄になるわけやんか、ようやく。でもやっぱり何もしてない人のことをこうやって、私はそう思うって書かれたとて、やっぱりこれは俺の家族もいるし、俺の娘もいるし、あなたの勘でヤフーニュースでタイトルだけ見て読まへんって一本だよ。だから俺今回もやっぱ叩かれてるんですよ木下やっぱりやばいなみたいな。ちょっとこれはしっかりとね、裏取りしてからしていただきたいと思います。何なんですかね。まあ単純に僕のこと嫌いか、本当暴露系大好きか、まあ弱いもんいじめというか、まあ、自分で言うのもないけどね、決して強い立ち位置ではないので、でもやっぱこうやって舐められてる山さんに、いやこれは俺も名前出されてるからええやんな、これぐらいのジャブぐらいええやんな。顔は出してるわけじゃないですけど、やっぱそこは責任持って記事書いてるんですか、名前ぐらいと。はい、で、まあ、僕もだからこれ以上ね、何もないんですけど、単純に違いますっていう言い訳というよりも、やめてくださいってこと。もう
俺も一生懸命行きますんで、もうあることないこと、あかんことしたら書いてください。それはね、そうです。悪いことしたらそれを暴かれて、ほんで僕も叩かれて、あのピンとなって二度とせんとこと思いましたのでね、前も書いていただいたことによって、だから正義であってほしいなと思う。なんかこれは悪の方にね、まあ、ちょっと行っちゃってるけど、こういうこと書いておくとそうなっちゃうやろなと思います、という、ごめんなさい、偉そうに僕が。というわけで、天国から今日はお送りしました、僕は死んでいるのだろうかというテーマで、やらせていただきました。死んでるんでしょうね。死んでるんでしょうね、はい、もう死んでる人をいじらんといてください。